はい、皆さんこんにちは、団子です。今回は冬瓜をもらいました。めちゃめちゃでかいお化けみたいな冬瓜に悪戦苦闘してます。しかも相も変わらずカメラ位置が全然分かっていません。見苦しい腹とか肩が映ると思いますがお許しください。硬いわ。ほんでこの冬瓜めっちゃ硬いんですよ。ちょっとええ包丁で、まあ、一番家で長い包丁なんですけど切ろうとしてるんですけどね、歯がいってまいそうになります。もしかしたらナタとか使う方がええかもわかりませんね。これまたかぶってるし全く見せる気ないですよね。サイトとかネットで調べたとこには真ん中で割るとかで書いとったんですけど、真ん中で絶対割れません。これは絶対ナタの方がいいですわ。ちょっと高い包丁やから歯折れてもうたら泣きますわ。これはちょっと歯いきそうやな。しかも硬いから皮が、切ってる時に変な音が聞こえるんですよ。ミシッミシッって。いや包丁のですよ。そんなんせんでも真ん中で切らん。包丁の歯パキってかけんのちゃうかなって。端から切っていったんやん。端も太いで。でもこれで、ここで気づいたんですね。真ん中で終わらんでも端から切っていったら問題ないんじゃないかって。後ろに並んでる柿がありますよね。柿バターにするとか言って早数週間ですね。一向に何にもせえへんから干からびてきてます。もうオブジェ化してます。これどないするつもりなんでしょうか。ずっと飾っときますよ。干し柿ってどんなんだろうな。ここから干し柿できんのかな。ちょっとわかりません。やっと切れました。めっちゃ太いわ。歯ばっかり気にしてますね、包丁の。やっぱ歯かけんの嫌やからね。すごいわこれは。手のひらサイズですよ。んで冬瓜の断面が、こんな冬瓜見たことないです僕。エヴァでやった方が良さそうやな。これは食べるのは美味しいですけどね、入るかな。作るのはやっぱり大変ですね。冬瓜でかいから。短いからな。エヴァで長い出刃持っている人おんのかな。魚屋やあれへんのにな。噛みすぎやろ。ほんで俺なんか調子悪いんが噛み噛みですわ。で出刃出してきたんですけど、出刃はね、なんか刃厚があるっていうんですか、入っていけへんのですよ。余計大変。もしかしたらナタとかも大変かもわかんないな。ナタとかは上をハンマーで叩いて入れていくんかな。これやばいな。なんせ大変でした。これはすごい。で丸いから滑るんですよ。熱っ。で集中しすぎて横の熱してる鍋に当たってあちってなって、でその時に右手の人差し指ちょっと歯に当たりかけて怪我しそうになるっていうね。泣きっ面に蜂ですね。柿ってかけそう。ちょっとやばいな。まっすぐ入れんと歯がかけそう。皮が硬いからあんまりこじると。
これは大変。長いやつないと無理やな。縦に切ります。おお。続いて、とうがんの種を取っていきます。あ、虫かなんかちゃうかと。違いますね、虫ではありませんでした。ミニお玉で嗅いでいきます。で、皮を剥いていきます。皮が硬いです。とうがんの皮って硬いなぁ。ちょっと大きめに深めに切ってみようかなと思います。入れへんも歯が滑るわ。なぜだ。コツを掴んできました。皮から包丁を入れんでも、右から包丁を入れたら綺麗に切れることが分かりました。厚めに切ると皮を剥きやすいということが分かりました。ピーラーでは多分無理ですね。これは硬すぎて。こんな感じです。ではこれを全部やっていきます。とうがんを切り終わりました。湯がいていきます。ごっつい量でした。親指しびれてます。刻み生姜を入れてとうがんスープにしました。酒溶き片栗粉も入れてます。ホクホクぬくもって美味しいです。チャンネル登録、いいねの方お願いします。